どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、アロワナは知っていますでしょうか？アロワナといえば大型魚の中でもポピュラーな種類で、いろんな方に親しまれている魚です。しかし大型魚ということで水槽も必然的に大きくなり、日本の住宅事情にはなかなかマッチしないという点が難しいところです。個人的なイメージとしては、飼育している方は一軒家を持っている方が多い気がしています。大型魚と車が好きって人も多く見かけるので、結構生活に余裕がある人が多いんじゃないかなとか勝手に思ってます。自分も古代魚や大型魚を飼わないんですかと聞かれるんですが、住宅事情や金銭面的にも今のところ手は出せません。たまにライブ配信とかではお伝えしているんですが、学生の頃に飼育していた金魚が死んで大変ショックを受けたこともあり、あまり大きい生態は飼わないようにしているんです。正直自分は飼育数が多いので、生態の生き死にについては割り切って考えているものの、やはり大きくなればなるほど、そういったメンタル面においても若干の不安がよぎります。まあ、レイアウト水槽と共存できる生態じゃないと飼育はあまりしたくないというのが一番の原因なんですけどね。というわけで、そんな自分のように大型魚にあまり興味がない方でも飼育できるアロワナとそっくりな生態を今回は紹介していきたいと思います。というわけで、早速購入した生態の開封作業から行っていきます。今回はいつもと違うショップで購入したんですが、一応どこかは伏せておきます。もしかしたら動画で紹介するかもしれません。結構大量に購入したんで、機会があれば他の購入品の中身もお伝えできればと思っています。まあ、あまりにも動画ネタが散らかってるんで忘れてる可能性の方が高いですけど、いつものように開封して点滴法で水合わせをしたら終了です。というわけで、今回紹介する生態はこちら、アロワナテトラです。価格は確か2000円くらいです。カラシン目カラシン科ウナトカラックス属に属しており、アマゾン川流域ネグロ川流域原産のカラシンの仲間です。常に市場に流通しているわけではない、いわゆるチンカラと呼ばれる種類になります。今回購入したのはブラジル産のアロワナテトラです。最大体長5-7センチ、水質は弱酸性から中性、水温は22-27度と平均的な飼育環境で育成が可能です。名前にアロワナとついているということで、その名の通り見た目がアロワナにとても似ています。特に上向きについている口はまさに小型のアロワナのような感じです。目の上部の光彩が赤いため、テールライトという別名もあります。尾ひれの付け根あたりに黒いスポットが入り、その周りが赤くなっていますが、体色は熱帯魚の中でも地味な部類で、どちらかといえば目立たない生態です。そのため南米に広く分布し、いろんな産地のアロワナテトラがいるにもかかわらず、流通量は少ないということになってます。昔は他の熱帯魚に混ざって輸入されてくる、いわゆる混じりでしか入ってこず、相当レアな種類で簡単に手に入れることはできない生態だったようです。現在でもコンスタントに流通しているわけではありませんが、現地採取個体が少しずつ入ってきており、入手難易度は下がってきています。グナトカラックス属はこのアロワナテトラ以外にいませんが、生息地によっては尾ひれの付け根にある模様がオレンジだったり、体色が黄色になっている個体もいるようです。なので一口にアロワナテトラといっても、全ての個体が同じような体色になるとは限らないところが、この生態の面白いところでもあります。
ちなみに自分が購入したアロワナテトラは貝首というところから採取された個体のようです。いつも解説が長くなってしまうので早速導入していきます。グッピーたちが寄ってきていますね。他の生態もこれくらい好奇心旺盛でいてくれると餌付けも簡単ですし、他の水槽に引っ越しするときも楽なんですけどね。肝心のアロワナテトラはぬるっと出て行ってくれました。導入直後の映像がこちら。周りを泳いでいるグリーンネオンテトラと比べてみてもその小ささがわかると思います。先述した通り体色は地味で、尾ひれの付け根に黒いスポット模様があり、やはり地味です。ただ本当にアロワナと見た目が酷似しているため派手さはありませんが、見ていて面白いです。逆に体色が鮮やかすぎるとアロワナっぽくなくなってしまいそうなので、これくらいの色合いの方が小型アロワナとして楽しめるのではないでしょうか。ちなみにこのアロワナテトラ、先述した顔周り以外にも特徴があり、胸びれがハチェットのように斜め上を向いています。どうやら現地では飛んでいる昆虫を水面からジャンプして捕食しているようで、こういったところも他の生態とは違ったユニークさがあります。胸びれの形状からか他のテトラとも泳ぎ方が違うので見ていて飽きません。こうやって水槽内に入れると目元の上の赤が際立って見えますね。体色が地味な分スポット的についている色合いが目に留まります。そしてこんないかつい顔をしているため性格は獰猛なんじゃないかと思われるかもしれませんが、マジでおとなしいです。すごく優しい性格で他の混泳魚には一切干渉せずゆったりと泳いでくれてます。逆に体格の小さい生態に追いかけ回されるんじゃないかと心配になるくらいです。どうしてもサイズが大きくなるとそれなりの大きさの水槽が必要にはなってきますが、混泳魚はそこまで気にしなくていいのでとてもおすすめです。個人的にはちょっと上を向いている胸びれを一生懸命使って泳いでいる様子がとても可愛いと思います。続いて導入後1ヶ月経過した状態がこちらです。導入直後は餌抜きされてて痩せていたんですが、ご覧の通りふっくらした体型になっています。また体色も白飛びしていたんですが、若干銀色のような色合いになっていぶし銀な風格を醸し出しています。慣れてきた環境においても他魚を追いかけることはなく、我関せずに泳いでいるのがすごく好きで、あまりメジャーではない生態ですがおすすめしたい熱帯魚です。導入1ヶ月でこれだけふっくらしているので餌食いに関しても心配はいらないですし、そういった意味でも飼いやすい生態ではないでしょうか。泳ぎが下手な風貌をしていますが、慣れてくるとご覧のようにすごく機敏に動き回ってくれます。飛んでいる虫を捕食するということで飛び出しが懸念されますが、今のところ下層から中層を泳いでいるため危ないと感じたことはありません。ただどうしても飛び出す可能性は拭いきれないので、不安な方は蓋をすることをお勧めします。ちなみにこの生態で一番気に入っているのはやはりアロワナに似ているところです。通常何十センチにもなるアロワナをこのサイズで飼っている感覚になれるのですごく新鮮に感じます。また産地によって色合いも違うので、そういうところも楽しみの一つになると思います。というわけでいかがだったでしょうか。あまり出回らない熱帯魚なだけに遭遇機会は少ないかと思いますが、ユニークな見た目とその温厚な性格は唯一無二なので、見かけた時はぜひ飼育を検討してみてください。ただ今回動画で紹介するにあたって最大サイズも調べたんですが、サイトによって5センチと言っていたり7センチと言っていたりまちまちなのが気になるところです。
正直自分は 5,6 センチくらいで止まるんじゃないかと思ってるんですが、あまり大きくなると45から60センチが適正水槽になる可能性はあります。今のところでかくなったグリーンネオンテトラよりちょっと大きいくらいなんで、これくらいであればまだ30センチキューブ水槽で飼育できると思います。最大サイズになっても性格は温厚なままだと思うんで、運営の心配はありませんが、遊泳スペースの確保は考える必要がありそうです。また面白い生態がいれば紹介していこうと思うので、楽しみに待っててください。というわけで今回はここまで。 Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。チャンネル登録とかしていただけると動画制作の励みになりますので、ぜひお願いします。それではご視聴ありがとうございました。